はい、岐阜ですね。こちらはかつてはウェブページでよく使われていて、特にアニメーション岐阜なんか、よく使われていたのですが、最近では、PNG 法がアルファとかモデル構成なので PNG にも置き換えられています。またアニメーション岐阜においてもスマートフォンですと端末によって正しく表示されない場合などがありますので、最近ではあまり使われない傾向になっておりますね。JavaScript とかそういう他の方法でアニメーションを実現するという方法が主流になっております。もう一つ 2D 用の画像形式で Webpin というものがあります。こちらは Web 用途には、まず使われていない形式なのですが、 Google さんが、最近新しく開発しました画像圧縮形式で、 JPEG と PNG のいいところをうまく集めた高性能な画像圧縮方法。こちらは Android の 4.0 以上以降では、OS が標準でサポートしておりますので、Android 向けのアプリで、もし Android 4.0 以上のみの、アプリであった場合は、画像リソースを積極的に Webpin にしていただけると、画質は綺麗で、なおかつファイルが小さくなるというメリットがありますので、検討してみてください。まあ、簡単にまとめますと、JPEG は写真などの圧縮には向いていますけれども、UI パーツなどくっきりしたものには向いていないし、アルファが使えない。PNG は、くっきりした画像には向いていますし、カイチアルファも使えない。そして Webpin は Android 4.0 以降の場合のアプリにはおすすめですという、そんな感じになりますね。ここまでが 2D 用途向けの画像についてのまとめになります。ちょっと一緒に大変な説明に進めましたが、ちょっと最後に JPEG のと PNG の比較をちょっとだけサンプルをご覧いただきたいと思います。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、まずこちらはこのバナー画像ですね。880×200 ドットの画像を JPEG の 70KB に、約 70KB に圧縮したものです。赤い部分、文字の赤い部分とかかなともやもやしてしまっていたり、文字の上の方にブツブツした黒いノイズが出てきてしまったりしています。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、後でこの資料はウェブでダウンロードできるようにいたしますので、興味ありましたらダウンロードしてもよく見ていただければと思います。一方、この同じ画像を PNG で128色に電色して、同じように約 70KB にした場合がこちらの画像。これ非常にくっきりしてノイズも出ていない。ちょっと比べてみますね。JPEG、PNG。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、実際に後でご覧になってください。明らかにこういうような画像の場合は、電色した PNG8 形式の、PNG8 形式の PNGファイルにした方が圧倒的に綺麗になります、というサンプルでした。はい、では続きまして 3D のテクスチャーについてのお話に入りたいと思います。まあ、3D のテクスチャーって何かなんて話は、まあ、今更言う必要ないかと思いますが、 3D のモデルの表面に貼り付けて質感を、上げて、見せるための画像ですね。右側にあるようなパーツの画像ですね。このような画像を圧縮するのに使う方式、先ほどご紹介しましたように固定圧縮率の方式であることが前提となります。これも、さまざまな画像圧縮形式がありまして、インデックスカラーから最近の PWM2020 画像の形式などさまざまな形式が使われています。ちょっとこれをですね、時系列順に並べてみた図を作ってみました。左側が古いハードウェア、右側が新しいハードウェアですね。見ていただけると分かるかと思いますが、プレイステーションとかプレイステーション2なんていう頃の時代には、テクスチャーといったらインデックスカラーです。それが、Xbox とかゲームキューブなんか出てくる頃から、だんだん DXTC が使われるようになって、パソコンのね、DirectX とかはみんな DXTC で、一時期 DXTC のハードウェアばっかりになったんですが、最近になってもスマートフォンが増えてきますと PVRTC、ETC、ATITC などという新しいフォーマットがですね、どんどん、採用されるようになってきまして、最近は本当に圧縮、フォーマットが増えてますね。さらにダイレクト、DXTC を拡張した BC というフォーマットがありまして、これは新しい世代のゲーム機などではこちらを使っております。ダイレク
ケープスの県以降では PC をサポートしているという感じにどん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 圧縮形式が多様化しているという傾向になります。ではその圧縮テクスチャーの特徴について、まず最初にざっくりと全体的に共通している部分について先にご説明しております。まずですね、このご覧になっているのは DXTC、ETC と PVRTC の 4BPP と 2BPP という、今日ご紹介する形式について圧縮した画像の結果、画像の圧縮結果を比較したものです。こちらはまず自然画、写真ですね。これは圧縮したサンプルを、用意いたしましたが、このような自然画のような画像ですと、この4つの圧縮形式、いずれもほとんど差がありません。劣化がほとんど目立たなくて、こういう画像については、どの形式も非常に得意な、得意な種類の画像になります。ところが一方、こういうくっきりしたアニメ調であったり、UI パーツのような画像は、4つのどの、いずれのフォーマットも非常に苦手です。ちょっと遠くで分かりにくいかもしれませんが、いずれも、このキャラクターの鼻のあたりと口のあたりに色がにじんだりはみ出したりとかしてしまっています。あとでちょっと一つずつ拡大してご覧いただきたいと思いますが、いずれもですね、圧縮方式の使用仕組みによってその劣化の仕方に差が出ています。差は出ていますが、いずれも、まあ、ひどい劣化が、現れているというのがこの圧縮的な仕様ですね。でまず最初に DXTC について、こちらはですね、前回もちょっと細かく説明しましたし、そんなに難しいフォーマットではございませんので、ちょうど興味ある方は資料を参考にしていただければと思います。この点だけを、ざっとまとめて、今から説明いたします。DXTC という形式はですね、まず最初にですね、今お見せした圧縮結果をアップにしたものを先にお見せして、右側が拡大したものですね、圧縮後の画像ですね。鼻のあたりになんか四角い灰色のノイズがもやもやと四角いのが見えてしまっているのがお分かりいただけますでしょうか。このように四角いブロックでノイズが出るのが DXTC の特徴です。で、なぜこうなるのかというのを仕組みからご説明いたします。 DXTC というのはですね、画像を 4×4 ピクセルの4×4 ピクセル1ブロック単位として圧縮していくというフォーマットです。で、この 4×4 ブロックごとに2色の代表色というのを決めて、その間を補完した3分の1ずつに補完した4色を作り、この4色で元の16ピクセルを表現するという形式です。ちょっと急いでしまいましたですね。で、これらの情報を64ビットの中に詰め込むというような基本的な考え方がこのようになっています。で、重要なのはその 4×4 ピクセルの中で2色しか選べないというか、その2色で表現できる色しか使えないというところが制限となっておりまして、この左上の、画像のように3色黒と水色と茶色の3色が入っているようなブロックを圧縮しようとすると、どんな2色を選んでも3色を選ぶことができないんですね。そうすると右上のような変な色になってしまう。これが DXTC が苦手な画像パターンの例ですね。こういうくっきりした黒い縁取り線の中に入っていると変なんです。というわけで先ほどの画像をもう一度ご覧いただきますと、この鼻の部分はピンク色と鼻色のところの間を黒色がまたがっているということになってしまうので、このように色が変になった。四角い色に出てしまう。というのが DXTC の画像劣化の理由になります。ご説明は後で資料をご覧になってください。ざっと DXTC についてちょっとまとめだけ、させていただきますと、黒や白の輪郭線が出ているところの周囲でブロックの位置が出やすいというのが特徴です。ですので、回避策としては輪郭線を少し太くしてやって、4×4 のブロックの中に3色以上入らないように、なるべく2色になるようにしてやるというところがポイントです。もう一つ、ちょっと説明は省略してしまいましたが、DXTC にはアルファチャンネルの持ち方というのがこうパターンがありまして、この中で特におすすめなのは DXT1 と5という方式。アルファがないか、1ビットアルファのみの場合は DXT1、
それ以外に階級アルファがある場合は DXQ5 にしておけば、ほぼ間違いなくアルファがそれなりにきれいな形式関数を持ちますので、こちらは気をつけて使い分けてください。はい、では次、DXTC に続きまして、PVRPC ですね。主に iPhone 系で主に使われている画像形式ですが、こちらについても、これをちょっと細かいところは飛ばしまして、重要なところだけちょっとお願いしますね。まず、サンプル画像から。こちら、4BPP で圧縮した場合の画像です。劣化がしているのが目立つのが、右下の水色のブロックの角の部分ですね。なんだかモヤモヤっと水色が滲んでいるのがわかると思います。あと、鼻のあたりもなんだかピンク色が鼻の方にちょっとね、ピンク色、鼻がピンク色が分かっちゃってるんですね。こんな風に、にじむというのが PVRPC の圧縮の劣化の特徴です。で、もう一個 4BPP になって、もう一個 2BPP という形式。これはさらに倍の圧縮率で圧縮するという PVRPC の特徴ですが、倍に圧縮すると劣化もさらにひどく。もうね、目の部分なんか白目がなくなっちゃったりとか、水色のモヤモヤが増えたりとか、口の赤い色がほっぺたまで漏れちゃったりとか、かなりひどいことになります。ちょっと、見て、おいていただきたいのが、4BPP の 2BPP、4BPP の方は横側にぼやけが広がっているというところがちょっと特徴なんですね。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、後で資料をご覧いただきたいと思います。4BPP より 2BPP の方が横ににじみが広がる。これちょっと覚えておいてください。後で理由については。それで圧縮形式についてですが、圧縮の仕組みについてですが、PVRPC も DXTC と同じように4×4ピクセルをブロック1ブロックとして圧縮します。また、その中から2色を選んで、間を互換にした4色で表現するという点も DXTC とほとんどやり方は同じなんです。でこれは62と詰め込むわけなんですが、これを実際に復元して画面に描画するときに、特徴があります。これが DXTC と大きく異なるのは、まずこの 4×4 ピクセルをブロックとしたブロックをずらっと並べて、それぞれに代表色を1個ずつ真ん中付近に置いていきます。そしてこの隣のブロックとの間の色を補完して、バイリニアに補完して相手のピクセルの色を埋めていくんです。隣のブロックとの間を補完したものを2つ作り、それぞれの 4×4 のブロック同士をブレンドして元の画像を復元する。結構めんどくさいことをやっています。これによってメリットとしては、隣の DXTC のように、隣のブロックとの間にくっきりとした分け目、色が急に変わるところですね、がなくなるというメリットがある反面、隣のブロックの色を影響を受けてしまう、必要以上に受けてしまうという欠点があるわけです。というわけで、もう一度見ていただきますと、PVRPC の右側の画像の水色のモヤモヤとした部分の理由は、ピンクと水色の部分で、お互いに隣のブロックの色の影響をし合ってしまっていることで、間が補完されてモヤっとしてしまっている。鼻の部分とかもそうです。こちら 2BPP はそれがさらに ひどく、横側ににじみが広がっているのが、横のブロック間同士の影響をし合って色がにじんでいるというのが理屈になります。それでですね、あ、そう、 2BPP の場合に横長ににじむという理由についてですね、これはもう本当に実は単純な理由です。なぜ 4BPP を 2BPP が半分のサイズになるかといったら、8×4 ブロックで圧縮している。ただそれだけのことなんですね。横長の 8×4 ブロックで圧縮するのが 2BPP。これの 4×4 に対してこの方がですね、サイズ半分なら、まあ当然といえば当然なんですが、このように横方向で、圧縮するので、長く圧縮するので、どうしても横方向の劣化が広くなる。これは 2BPP が横方向に弱いという形になります。はい。それと、もう一個ですね、
LTC の特徴についてもう一個だけ補足しておきたいのが、アルファの持ち方についてですね、ちょっと分かりにくいので申し上げますね、後でよくご覧になっていただければと思います。口で説明しますと、PVLTC は、同じファイルサイズでありながら、アルファのありとなしと両方のフォーマットをサポートしています。で、どうやってアルファの値を詰め込んでいるかというと、単に RGB のビット数を減らして、減らしたビット数をアルファに割り当てるだけなんです。だから RGB555 の形式を ARGB3444 にしてアルファ値を詰め込むという結構強引なことをやっているわけです。ですからアルファを持っている代わりに RGB の色の再現性が欲しくします。これも PVLTC の大きな特徴です。ですからアルファが使えるからといって PVLTC も何も考えずにどんどんアルファを使ってしまうと、かえって RGB の色の劣化が目立ってしまう。覚えてください。とにかく PVLTC についてまとめさせていただきます。まず、ぼやけてしまう、周りの隣のブロックとの間で色を補完するためにぼやっと色をぼやけてしまうというのが特徴で、これを回避する方法は基本的には、残念ながらこれという方法はないんですが、あえて言うのであれば影響を受け合う部分を、影響を受け合う部分をなるべく離してやることで、隣の色に影響が残らないようにしてやることと、もう一つは、そもそも別のパーツにしてしまって、描画するときに重ねてしまうなど、ちょっとこういった方法ですが、こういう方法ぐらいしか残念ながら PVLTC ではありません。それと、アルファについて。今ご説明しましたようにアルファチャンネルを持たせてしまうことで劣化がより激しくなってしまいます。ですからアルファの表現はなるべくしないで RGB の色だけでなるべく表現する、ちょっと工夫をしてやらないといけません。もう一つは 2DPP の場合、横方向に劣化が激しいということを覚えておいてください。横方向に細かいデザインを作ってしまうと潰れてしまうというのを、あらかじめ考慮した上でデザインするようにすると、少しは目立たない、劣化が目立たないかと作れるかなと思います。はい、では、続きまして、ETC ですね。ETC については前回春の時から、全く時間がなかったので、全く説明できませんでしたので、今日はもうちょっとちゃんとしたいと思います。まず ETC の劣化の3部ですね。これの特徴がよく出ているのは、右下のブロックの周囲の縁取りのあたりですね。縁取りの水色がなんか紫色っぽくなっちゃっていて、さらにその外側にうっすらと青い輪郭がさらにもっと外側にぼやっと出てしまう。この部分が ETC の劣化の特徴的な部分です。では、この ETC の仕組みについて説明したいと思います。まずですね、4×4 ピクセルごとに1ブロックとして取り出すという点は、今までの2つの形式と異なります。ETC の場合はさらにこれをですね、2つ、縦または横にサブブロックという2つのブロックにさらに分かれています。そしてこの分けたサブブロックに対して1色ずつ代表色を決めます。1色だけ、1色ずつ決めて、次にですね、ここはまた訳の分からない難しいところなんですが、ETC にはあらかじめ変換テーブルというものが定義されています。8パターンの変換テーブルというものがありまして、それぞれ色のプラスマイナスの値の幅といいますか、与えられた色に対して RGB の値をいくつ加減なのするかという値の定義が8個、8パターン用意されています。そしてこのテーブルの中からどれか適切なものを選んで1色から4色を作ることをやります。で、今回は例として7番目の形式をちょっと使って3分で例をお見せしたいと思います。先ほどサブブロックから選んだ1色、こちらの色を7番目のテーブルを割り当てますと、
183と47の値をプラスマイナスして4色にする。そしてこの作った4色を元のサブブロックの8ピクセルの色に割り当てる。こういうちょっとね、変なことをやってます。難しいことをやってます。で、これらをサブブロック2つに対して割り当てて、代表色、それぞれ1色ずつ、それと変換テーブルの番号など、ね、いろんな情報を詰め込んで64ビットに詰め込んでいるのがいいです。これはもう本当に複雑な方式ですね。多分1回聞いただけですぐに分かるものじゃないかもしれませんが、後で、ね、資料をもう1回見ていただければと思います。で、その ETC の劣化の理由を、このようにサブブロック1つについて1色しか指定できない、またはその1色に対して値をプラスマイナスした値しか作れないというのが ETC の特徴ですので、左上の画像のように茶色っぽい色と水色っぽい色、2つの全く系統の違う色があると、どんな1色を選んで値をプラスマイナスしても2色とも表現することができないわけです。そうするとどうしても変な色になる。これが ETC で劣化する理由です。もう一度、では、その劣化したタンプを見ていただきます。この水色の部分、水色の、ブロックとピンク色の部分、この境界部分でピンクと水色を両方表現する一色というものがどうしても選べなくて、色が変なふうに変化しちゃうんですね。よく見ると鼻の部分もちょっと変なになっていますが、これはやはりピンク色と肌色がですね、運悪いちょうど一つのブロックに入ってしまう場所で 4×4 で切られてしまっているので、鼻の先の部分も何か色がありました、うん、というのが、ね、ETC の特徴。これでですね、 ETC の特徴としてさっきの変換テーブルで、ね、もう一度見ていただきますと、もともと1つ選んだ色に対して値をプラスマイナスするのですが、大きな値を例えば7番とか6番といったような大きな値のテーブルを与えますと、 RGB の色が0になったり255になったりと飛ばしてるわけですね。この場合は値を自動的に中で丸められますので、つまり真っ白とか真っ黒の色というのは実は結構作りやすいんです、むしろ。というわけで回避策としては、黒や白ではない2色の間でノイズが発生しやすいので、黒や白を使った輪郭線を引いてやると逆にノイズが目立たない。先ほどのこの例も、水色ブロックの周りに白か黒で枠線をつけてやるとノイズが目立たなくなる。そういう特徴がありまして、DXCC とこれ全然逆なんですね、苦手なケースが。ここはちょっと難しいところなんですが、これが ETC の特徴があります。はい、というわけで、ここまでで、3つの圧縮形式について、テクスチャー圧縮形式についてちゃんと説明してきましたが、もうどうしようもないときはどうしようもないですね。ダメなときはダメなんです。もう。というわけで、もう本当にダメなときの最後の手段は、もう、16ビットカラーしかないと考えてください。もう、あれですね、その劣化した画像の劣化具合がどうしても耐えられない。で、どうやってももう綺麗にならない。でも、小さくした。でも本当にアルファ付きの ARGB8888 なんて言ったら本当に大きすぎるので、そこまでは大きいのは困る。あと、全く別のケースで、環境依存、機種依存をなくしたいというような場合。こういう場合にはダイレクトカラーを検討するのが実は一番です。ところが、ダイレクトカラー、16ビットダイレクトカラー、主に ARGB1555 と4444が使われると思いますが、当然 DXTC などに比べると圧縮率は落ちます。